12月4日金曜日、滋賀県庁で滋賀県防災キャンプフォーラムが開かれました。防災キャンプとは、子どもたちが各地域において起こるかもしれない災害が起こった時の対応など、自助・共助について実践的に学ぶ取り組みです。地域において防災に関する体験活動に関わる団体・指導者などが集まり、滋賀県で実施した防災キャンプの事例発表や講演を通して、防災教育の観点に立った子どもたちが主体となり参画する体験活動の成果を共有することで、活動の啓発や推進を図るとともに、地域防災に関わる関係者の学びを深めることが趣旨でございます。まず、日野町立南日津公民館の井上さんが、南ピッコ防災通学合宿の取り組みについて事例発表しました。その中で、防災クロスロードゲームで子どもたちが正解のない二択問題をそれぞれ自分で考えた後、他の参加者の意見を聞くことで柔軟な考えを持つことができた。また、子どもたちに参加することで保護者の方も一緒に参加しやすくなり、親同士のつながりも広がったことなどが紹介されました。続いて、大津市教育委員会障害学習課の山村さんが、大津市防災キャンプ推進事業の取り組みで、防災キャンプを実施する上でのポイントを紹介しました。子どもにいろいろ体験させるような内容にすること、活動はグループ単位ですること、また自分のことは自分でするという意識を引き出すようにすることなどが必要であると説明しました。後半は、同志社大学社会学部の辰木茂雄教授が、市民性を育む防災キャンプとはと題した講演を行いました。講演で辰木教授は、被災者の心理状態を説明した後、防災キャンプの目的について過去に実施したことのある市・町のアンケート結果に基づいて話し、防災キャンプを通して地域の課題を明らかにし、それを解決することで地域防災力が一層高まると説明しました。また、障害者や高齢者などの要配慮者の視点を意識し、普段から排除のない防災に備えておく必要性を説明しました。めったにしかせえへんような防災じゃなくて、普段やっている活動がそのまま実は防災になる。そして、地域力を高める取り組みとして、滋賀県は土手の花見のように、普段の生活が知らず知らずのうちに防災の活動につながっている生活防災の取り組みを目指していると説明しました。取り組みの一例として、防災かまどベンチを紹介しました。かまどベンチとは、普段はベンチとして使用することができ、災害時にはかまどとして使用できる防災設備です。このかまどベンチを作る取り組みそのもので、地域全体がこれまで以上に防災について考える良いきっかけとなるとのことでした。最後に、辰木教授は、防災・減災の取り組みを続けていくには、意識せずに楽しみながらできることが重要であると説明しました。